今回はあのポテトチップスの海苔塩味とそしてあのコンソメパンチ、まあ、僕が好きな2つの味なんですけど、それにちょっと近い味のものを作っていきたいと思います。はい、材料まず紹介します。材料がこれ鶏胸肉2枚で、1個ずつ1種類ずつ味をつけたいと思います。はい、そしてちょっとコンソメパンチ風になるかちょっと分かんないんですけど、このマジックソルトとあとこれコンソメの顆粒だしを使います。でこれで味をつけていきます。はい、で続いてこちら塩、あとこれは和だしね、和だしとあとこれ青のり、よくねあの焼きそばとかお好み焼きにかけるやつですね。でこれを味付けに使っていきたいと思います。そして最後これね、これは今回片栗粉で揚げていきたいと思います。お家にある粉であれば何でもいいんですけど、薄力粉で揚げてもいいし、まあ、僕は結構揚げ物よく片栗粉で揚げることが多いです。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。じゃあ早速切っていきたいと思います。まあ、ちょっとね肉のちょっと脂身の部分をちょっと処理していきます。簡単に処理します。これね、肉とねこう皮の間とかそういったところにこうちょっと白いのがついてます。これ落とします。落としていきます。はい、割とまあ綺麗だね。はい、そしたらもう1個2枚あるのでもう1個の方もいきます。でこの辺ねこういうちょっとこう肉について白いやつをこう削ぎ落とすように取っていきます。よいしょ、この辺かな。よいしょ、この辺をちょっと しっかり丁寧に下処理してあげると美味しくお肉が食べることができます。ほいで、まあ、そんなにね鶏胸肉はそんなにたくさんついてるイメージはないんですけど、鶏ももとか結構多いですかね。でこういうまあ肉端っこの部分とかについてるのでそこを落とします。こんな感じ で、まあ、身は落としすぎないように気をつけてください。こんな感じかな。うん、 OK。 はい、で続いてお肉を下処理していきます。でこう上の部分はこう縦に切ります。これで取り出します。でこれ真ん中に線が入ってるので、まあ、そこに沿ってこんな感じで切ります。はい、それで 線がねこう縦にこう繊維が入っているので、繊維に立つように少し細長くスティック状になるように切っていきます。こんな感じで繊維をねこう立つように切ってあげると、鶏むね肉結構パサパサしてあんま好きじゃないんだよねっていう方もこう多くいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、そんなことはなくてですね、この切り方をしてやってあげるだけですごくしっとり仕上がります。なのでこんな感じでどんどん切っていきます。今全然あれだから夢中になってる。だいたい今一口サイズぐらいに切ってます。はい、こんな感じでちょっとどんどん切っていきます。はい、はい、こんな感じで切れました。ですごくね皮は今回全部結局落としちゃいました。なので身の部分だけ使ってます。それでここに片栗粉入れていくんですけど、僕ら結構ポリ袋を使って中でカシャ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 って振るとまんべんなく粉をつけられるので結構使ってます。で今回この後シャカシャカポテトみたいな感じで揚げ焼きしたこの鶏肉を一緒にこうカシャカシャするので袋をちょっと出したいと思います。はい、まあ、よくあるこんな感じの袋、これにこれ鶏肉入れていきます。はい、どんどん入れていきます。でちょっと多いとねなかなか、ま、均等にまぶらないので半分ぐらい入れました。で片栗粉はまあ目分量なんですけど、だいたい大さじ3ぐらいかな、このぐらいだと入れて振った時に粉がいっぱい飛び散っちゃうので縛ります。はい、こんな感じで振ります。
よし、いい感じですね。ですと、はい。そしたらこのままこれを揚げていきます。で、残り半分もまた別でカシャ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 ってして揚げていきます。じゃあちょっと多めの油でフライパンで揚げていきたいと思います。じゃあ早速揚げていきたいと思います。よいしょ。温度はだいたい今180度ぐらいにしました。で、入れたらね、動かさずにそのままとりあえず置いとく。はい、どんどん揚げていきます。揚げます、揚げます、だんだん揚げます。結構これね、昔海苔塩味を作ったことあるんですけど、結構お子さんがすごい好きなんじゃないかなと思う味でした。僕も結構ポテチね、好きでたまに食べるんですけど、なんか海苔塩味のこの鶏もも肉のなんかこうフライみたいな感じ、フライなのかな、わかんないけど、すごいね、美味しくてお菓子みたいに食べれるから、結構なかなかお肉食べないよっていう子とかに、もし作ってあげたらお菓子みたいに美味しいって食べてくれるんじゃないかなとちょっと思ってたりします。うん、そしたらいい感じに揚がりました。こんな感じで揚げてきました。結構ね、ちょっとだけこう衣の色がきつね色ぐらいかなになったぐらいの方が見た目も美味しく仕上がるんじゃないかなと思うので、それぐらいまで揚げています。ほいで、まあ、全体的にちょっとこう広げていきます。で、この後ビニール袋に入れてカシャカシャカシャってやるんですけど、揚げたてだと熱すぎて もしかしたらものによってはビニール袋が溶けてしまうかもしれないので、ちょっとなじませます。あとお肉加熱して少しなじませてあげた方が美味しくなるので、ちょっとだけ1分2分ぐらいかな置いておきます。なんかとんかつとかもね、揚げたてをそのまま食べるより少しだけ1分2分休ませて食べた方が実は美味しかったりするんです。ということで、先にじゃあ冷ましてる間にカシャカシャシャカ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 フレーバーを作っていきたいと思います。はい、じゃあ振っていきます。で、まあ、ちょっと量が多かったかな今日は。ちょっと調整は皆さんお好きな量で調整していただきたいんですが、これがコンソメと、あとこれは SB さんのマジックソルトを入れます。で、これね、塩とかの他になんかね、フライドオニオンとかガーリックとか入っているので、なんか相性いいんじゃないかなと思って、勝手にこれでいけるんじゃないかと思ってこれにしました。今回違うかも、コンソメパンチちょっと、まあでもありですね。はい、で続いてこっち、和だし入れて、あと塩入れて、あと青のり入れていきます。青のり、青のりたっぷり、はい、こんな感じでしょうか。じゃあお肉も冷めたかなと思うので入れていきます。量はちょっと調整してほしいのですが、どんどん入れていきます。よいしょ、おい、半分ぐらい入れました。で、こっちにも半分入れていきます。いや、なんかこれは
小学生ぐらいの時にその塾に通ってて、その時にあの同じクラスの女の子がファーストキッチンに行ってシャカシャカポテトを買ってきて、夜みんなお弁当を食べてる中カシャカシャ振っていて、なんて羨ましいんだろうあれと思って、なんかうちの母親はあれいらないわみたいな感じで全然買ってくれなかったんですけど、いやあれめちゃめちゃ羨ましかったなっていうのをこうちょっと思って、そしたらなんかファーストキッチンでねいろいろフレーバー確か昔選べて、まだあんのかな、どうなのちょっとわかんないですけど、僕はな感じで全体よく混ざるように振ってきます。うん、いい感じ。そしてこっちもあの時って何味があったかな、全然覚えてないんだよな。なんかすごいそのなんか女の子たちがみんなこう3人ぐらいでこう休み時間に買いに行って食べてて、3本ぐらいくれるのポテトもっと食べたいじゃん、だってなんかすごいなんだろう中毒性がある味付けになってるからっていうのをすげえ思い出して、いや懐かしいなと思って。でもあれ僕今32なんですけど、多分同年代ぐらいの方は多分小学校中学校ぐらいで部活帰りに食べたみたいな思い出がたくさんあるんじゃないかなと思ってます。ということであっという間にシャカシャカ振ってみました。完成。じゃあ器に盛り付けていきたいと思います。はい、そしたらできました。パチパチパチ。このね、のり塩とコンソメパンチ。これパンチ？パンチ。ダブルパンチ。いややっぱこれポテトといえばみたいな。薄塩も好きなんですけど、結構このツーラインパン好きです。じゃあちょっと試食してみたいと思います。じゃあまず海苔塩から。うん、うまっ。味海苔塩めちゃめちゃ美味しい。いやほんとね、この海苔塩の味がする、めちゃめちゃ美味しいです。すごい簡単でしたね。塩と青海苔とあと私カシャカシャ振っただけです。うん、おいしい。あ、これ意外と唐辛子入ってんだこれ。なるほど。いやすごいおいしくできました。そしてコンソメパンチ。これなんかさっきあの味見した時にちょっとちげえかなって一瞬思っちゃったんですけど、まあちょっと食べてみたいと思います。あー、うん、ちゃんとコンソメパンチに近い味がめちゃめちゃします。美味しい。あ、こっちのが好きかも俺。なんだこれ、マキシマムでいけるかもしれない一個解決する可能性はあるでもめちゃめちゃ美味しい。うん、うまっ。なるほどね、すごい我ながら味バッチリ決まりました。なるほどですね。意外とね、あの作ってみたんですけど、シンプルに揚げてそのままカシャカシャ振るだけって感じなんですけど、なんか本当におやつみたいなお菓子、あ違う、 おやつみたいなお菓子はただお菓子、おやつみたいなおかずです。なのですごい美味しいです。なんかそのお子さんがね、なかなかこうお肉食べてくれないよとかの延長でちょっとお菓子っぽいのあるぜみたいな感じ出してみたら、あれ何これってパクパクみたいなで食べれるんじゃないかなと思います。逆にこればっか作ってみたいななくてもそれはそれでいいんじゃないかなと思いますが、ちょっとなんかね、他にポテトチップスいろんな味のシリーズがあって、なんかその辺もちょっと挑戦したいですね。ポテトチップス以外にもなんか結構サワークリームとかオニオンとかあの辺結構僕好きだったりするので、あの辺もぜひ今度近々挑戦したいと思います。はい、ということで今回は鶏胸肉でこのコンソメパンチのポテトチップス味、そして海苔塩味、この2種類で美味しいのを作ってみました。はい、ぜひぜひあの美味しそうだなと思った、ぜひ食べてみたいなと思った方はぜひぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてコメント欄で作ってほしいレシピ募集してますので、ぜひぜひ教えていただければと思います。はい、では皆さん今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひ使
作ってみてね。バイバイ。